はい、こんにちは、テイカールです。今回はこちらデアゴスティーニさんの週刊ホンダ NSX-R を作る6号と7号の方をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。はい、それでは第6号では、こちらですね、 NSX の、V6 エンジンの型バンクの方ですね。これ全部ダイキャスト製です。ヘッド周りですね。で、こちらの方がプラスチックパーツとなっております。はい、それではまず最初の作業ですね。こちらのシリンダーヘッドの方に液マニをつけていきます。このような形で液マニのカバー付きなので、ちょっとこのタコ足のようなものが見えないのが残念なんですけども、こちらの裏側からですね AP のネジで留めていきます。はい、で液マニをつけたら、今度はですねこちらの方にこのパーツ、インマニ側をこのような形で合わせて CM ネジ2本でここ2箇所止めていきます。はい、でここはあらかじめちょっとですねネジ山作っておいた方がいいですね。でこのネジ山を作る際にですね、きつく感じるようであれば必ずですね機械油をつけてからネジ山を作るようにしてください。はい、で CM ネジ2本でここ止めていきます。はい、そしたら次にですねこちらの袋に入っている小さなパーツ、なくさないように気をつけてください。このパーツを2つ取り出して、こちらの銀色のパーツをここのところにこのような形で接着していきます。でここでの接着はですね、私のチャンネルで推奨しているのはこちらのボンドですね。小西ボンドさんから出ている木工用対応とボンド、こちらの方でつけておいてください。はい、そうしたら組み立てたこちらのパーツをシリンダーヘッドの方につけていきます。ここもですね少しだけ木工用対応とボンドをつけて接着しておいてください。はい、このような形でこちらのパーツを接着したら、次 CM ネジ2本使ってここですねネジ山を作っていきます。はい、でここちょっときつめなので機械油をつけてからネジ山作りますね。ここはネジ山作るときに無理をするとネジがですねこの中で折れたりすると大変なことになるので、必ずこういった形で機械油をつけてからネジ山作るようにしてください。はい、こんな感じで、機械油つけるとちょっときつかったところもすんなりとネジ山を作ることができます。はい、そうしたらここにタペットカバーを乗せて、ここ2箇所ですね CM のネジで固定します。はい、そうしたら次にですねこのオイルを入れるところですね、オイルのキャップがあります。でこの突起のところはですねこれ D 型にカットされてますので、必ずここ合わせて入れるようにしてください。はい、でここも木工用対応とボンドをほんの少しつけてから接着しておきます。はい、そしたらこちらのプラグのカバーですね、このような形でつけていきます。これですね向き、このような向きでもこのような向きでもつくと思うんですけども、こっち向きです。このようにつけた時にここの穴2箇所が見えるようになります。このような形でキュッと押し込んでおいてください。はい、そしたら次にここの穴2箇所にこちらですね、このダボピンがこのような形で入ります。はい、そしたら次にですねこちらの小さいパーツのこの太い方のピンをこの部分に接着していきます。でこの時にこの細い突起がこちらを向くようにつけてください。はい、というわけでこれで第6号の作業が終了となります。続いて第7号やっていきます。はい、それでは続いて第7号では V6 エンジンのですね、もう型バンクの方を作っていきます。で、まあ大体手順の方は同じような感じで、まずはですね、この液マニの方から取り付けしていきます。はい、で、こちらの液マニなんですけども、これ上下があります。ちゃんと、向きがあります。このような向きで付けてください。ここのところの形状が違うの分かると思います。で、このような形で段差のついてる方が、こう見たときにこちら側に来るということですね。このような形になります。はい、で、この液マニを UP のネジ2本でこちら側から留めておくわけですね。はい、このような形で液マニを固定したら、次にこちら側ですね、このパーツをここにこのような形で合わせて、ここ2箇所 CM のネジで留めていきます。はい、でこのような形でこちらのパーツを固定したら、この、先ほどと同じですね、この小さいパーツが入ってますので、こちらのパーツのここの部分にこのシルバーのパーツを接着して、同様にここにつけていくわけですね。
はい、でこのような形でこのパーツを取り付けたら、ここネジ山を作ってタペットカバーをこのような形で CM ネジで固定していきます。はい、でタペットカバーをつけたら、こちらのカバーですね、同じようにつけていきます。このような形になります。はい、でこちらのパーツをつけたら、この、小さいパーツ、これを先ほどと同じように細いピンがこちらを向くようにつけていきます。ちょっとここきつめなんで、穴をですね、あまりにもきついようであれば穴を広げるか、こちらのピンをですね、ピンの方に突起がついてますので、それを少し削ってあげると簡単に入ります。はい、このような形でもう片バンクが出来上がったら、次にブロックの方を作っていきます。はい、それではまずこちらのパーツですね、このパーツのこちら側から CM ネジを使ってネジ山を作っておきます。はい、そうしたらこちらのパーツをこのプレートのこの突起部分のところに合わせて、このような形で置いて、裏側から、こちら側から CM ネジ2本で固定します。はい、このような形になるわけですね。はい、そしたら次に第5号で組み立てたこちらのオイルパンの部品ですね、この部品のここのところ、こっちとこっち間違えないようにしてください。こっち側ですね、飛び出てる方にこのパーツをこのような形で合わせて、ここ2箇所ですね、 CM のネジで固定します。はい、このような形で固定したら、次にこちらのパーツですね、このパーツがこちら側にこのような形でついて、同じく CM のネジで固定していきます。はい、このような形でエンジンブロックが出来上がります。はい、それでは次にですね、こちらのパーツにこのヘッドを乗っけていくわけなんですけども、ヘッドの裏側、ここですね、この穴とこの穴に、DM のネジを使ってまずはネジ山を作っていきます。はい、でネジ山を作ったら、まずはですね、こちら側のバンク、これが、今回のですね、第7号で作ったヘッドになります。これがここにこのような形で乗っかって、後ろ側、ここですね、裏側から DM のネジ2本で固定します。はい、このような形でこちら側のバンクを固定したら、次こちら側にこのヘッドを乗せて、同じく裏側から DM ネジで2本で固定していきます。はい、このような形でシリンダーヘッド部分が出来上がったら、ブロックの方のですね、ここのところ CM ネジでネジ山を作っていきます。はい、でこのような形でネジ山を作ったら、こちらのヘッドを乗せていきます。はい、このような形でピタッとですね、はまっていることを確認して、ここ2箇所 CM のネジで固定していきます。はい、そうしたら次にですね、こちらの ADM と書いてあるネジの袋からネジを取り出して、ここ2箇所ですね、こことここの穴にネジ山を作っていきます。はい、でネジ山を作ったら、こちらのパイプですね、このパイプがここにこのような形で乗って、 ADM で2本止めていきます。はい、このような形でこの真ん中のパイプを固定して、これで第7号の作業が全て終了となります。はい、というわけで今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊 NSX を作る第6号と7号の方をご紹介しました。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。